助手か。ここで何をしている？あのな、私がいつ助手になった？私、あんたに睨まれてるわけ？気にするな。イライラしているのはお前が原因ではない。八つ当たりか。睨まないでよ。お前だって以前俺のことを何度も睨んだだろ。それはあんたが変態行為を。何も言うまい。そんなに嫌なメールが来たの？いやというより常識外れなのだ。それで、クリスティーナ、ここで何をしている？せめて、呼び名ぐらい統一してほしいわけだが。私が何してたって、別にいいでしょう。なんだ？何を責めている？拗ねてない。ただ、できればあんたとはもう関わり合いになりたくなかっただけ。何をバカな。お前はすでにラボメンなのだ。ラブの利益のために働いてもらわないと困る。人工衛星を見に来たのか？まあね。信じられないと思わない？人工衛星って普通大気圏で燃え尽きるように軌道を計算して落とされるのに、あそこまで完全な形で残ってるなんて。そもそもあれはどこの人工衛星だったのか？まだ分かってないって。旧ソ連のものかもって噂だけど、ロシアは否定してる。おかげで撤去しようにもできないらしい。あれも機関の差し金だったのだ。あの時ラジカにいたこの俺を抹殺するためのな。機
官？何それ？機関は機関だ。正式名称は別にあるが、その存在を知る者は全員イフの感情を込めて機関とだけ呼ぶ。世界を影から操る国家を超越した秘密機関である。政治、経済、宗教、全てを掌握しているのだ。どう見ても陰謀論です。本当にあり、どうかしたか？どうもしてない。ほんと、なんでもないから。それ以上追求したら叩くわよ。それより例の電話レンジはどうなった？何をそんなに興奮しているのだ？ちなみに電話レンジでもなく、電話レンジ過去仮であって、いいから答えなさい。どうなったの？進展はない。実験を繰り返してみたが、今のところあの放電現象および過去へ遡るメールは一度も再現できていない。偉そうだけど、最低限のマナーは知ってるみたいね。何のことだ？人と話してる時に携帯をいじり出す人って、私嫌いだから。そうか。だからお前、初めて会った時、俺から強引に携帯を奪ったんだな。そんなことしてない。しただろう。俺が定時報告をしているときに、お前は俺の手から。何？定時報告って何のこと？あ、いや、なんでもない。それで、電話レンジ（仮）の話だったな。お前はあの実験の後、タイムマシンなど嘘だなどと悲痛な叫びを上げていた。過去のトラウマでも思い出したか？おいこら、勝手に私にトラウマ設定をつけるな。そう、あれはまだ5歳の頃、クリスティーナはアーカンソー州の草原で雷に。撃たれとらんわ。5歳の頃はまだバリバリ日本在住よ。っていうか、なんでアーカンソーなのよ。のどかな風景を思い浮かべたとき、最初に浮かんだ州の名はアーカンソーであり、次に浮かんだのがオレゴンだった。そこはユタじゃない？相対的に見てユタの方がぽくない？では答えよ、クリスティーナ。なぜあの時嘘だと言った？自信があって言ったわけじゃない。単に信じたくなかっただけってロジックよ。とんでも科学は小説や映画の中だけで十分だわ。
とんでも科学だと？何をバカな。お前もはっきり見たはずだ。メールが過去へと飛んだあの現象を、バナナが瞬間移動したその瞬間を。見たけど、何かの間違いのはず。あるいは私たちが都合のいい解釈をしてるだけ。 ATF で言わなかった？タイムマシンは今の技術では夢物語よ。ましてあんたたちみたいなお遊びサークルは電話と電子レンジをくっつけただけのガラクタでタイムトラベルに乗せるわけがない。だが実際に起きた。お前は自分自身の目で見たことを否定するのか、現実よりも理論こそが正しいというのか。ならば一生詭弁を弄して言葉遊びをしているがいい。言葉遊びってどういうこと？量子論などは俺からしてみれば言葉遊びにしか見えないということだ。ちょっとあんたね、現代物理学を否定する気？何様？現象に対して素直になれ。起きたことが全てであり、起きていないこと、観測できていないことは全て仮説でしかない。仮説を積み上げて理論が証明されたとき、それは本物になる。そうやって現代物理学は宇宙すべての真実を理解するの。だが仮説が間違っている場合もある。かのアインシュタインでさえ間違えたことがあるのだ。間違いかもしれないからやらないの？だったらあんたは一生あの小汚いビルに引きこもって王様を気取っていなさい。そんなことじゃ真実には絶対たどり着けない。失敗は成功のもとよ。なるほど、いい反論だな。あくまで上から目線なのな。ところでクリスティーヌ、俺は常々感じていた。物理学者には矛盾がある。矛盾？現実に起きていて誰もが知っているが未だ解明されておらず、物理学者も手をつけようとしない現象というものは確かに存在する。それについてはどう思う？例を挙げてもらわないとわからない。例えば幽霊。オカルトか。オカルトだからといって思考停止か？それはお前がたった今言ったことと矛盾するぞ。そんなことじゃ真実には絶対たどり着けない。幽霊を見る人間は確かに存在する。映像としても証拠が存在している。にもかかわらず、なぜ他の仮説をこねくり回し続けていられるのだ？先行が違う。解明されていない現象に先行もクソもあるまい。そうだけど。というわけで、過去へメールを送る現象もきちんと検証すべきだ。助手も力を貸すがいい。嫌よ。
私はとんでも科学には手は出さない。父と同じ失敗は犯さない。父？あんたの考えは口だけは立派だけど学会じゃ通用しない。タイムトラベル理論を研究してるなんて言った日には干されるのがオチよ。なぜそう言い切れる？私の父がそうだった。物理学者の父はタイムマシンが大好きだった。ウェルズのタイムマシンに魅了されて本気で研究していたわ。でもそれにこだわりすぎたせいで学会からは追放に近い扱いを受けた。そんな父を見てきたから私はタイムトラベル研究には関わりたくないの。気にすることはない。今のはお前の資質を試すためあえて怒らせたのだからな。とにかく電話レンジはタイムマシンなんかじゃない。メールの送受信は人の手で作られたシステムなんだから、そのシステムの範囲内で現象を説明できるはず。助手の考えは分かった。そこまでタイムマシンを嫌っているとはな。お前の反応はアレルギーに近い。無理にラボメンに誘って迷惑をかけたな。もう二度と来なくていい。言われなくても来ない。だがこれだけは伝えておく、クリスティーナよ。クリスティーナって言うな。ラボメンナンバー004は永久欠番としておく。この番号はずっとお前のものだ。何カッコつけてんのよ。何をする。俺によるささやかな演出、後腐れのない別れのシーンを台無しにするとは。貴様それでも俺の助手か。だから助手じゃないと言ったろうが。それにこっちにはまだ話があんのよ。この前は聞けなかったけど、私が刺されたってあんた言ってたわよね。それについての説明を要請する。あれは俺が見た幻だ。なんであんたの夢に私が出てくるの？
そんなことは知らん。そのこと、夢ではなく幻だ。ドクター中鉢がどうとか言ってたけど、それは？あの日、ラジカンでドクター中鉢がタイムマシンの発表会をしていた。発表会は中止になった。人工衛星が落ちたから。そういうことになっているようだな。だが、俺が見た幻では無事開催された。俺はそれをマユリと一緒に見に行って、お前に声をかけられたのだ。私はナンパなんてしない。ましてや、あんたみたいなバカに声はかけない。だから幻だったと言っているだろう。いや、あるいは幻なのはこちらの世界なのかもな。だとしたら、電話レンジカッコ仮の謎も解決だ。幻ならば物理法則を無視したことも起こりうる。現実逃避？意外とチキンね。仮説を提示したのだよ。物理学者お得意のな。それで、私は誰に刺されたの？もしかしてあんた？俺が駆けつけた時にはすでにお前は血まみれで倒れていた。犯人は見なかった。わからないな。なんで私が幻でとはいえ殺されなくちゃいけないのよ。恨みでもあるの？全くない。その時点では俺とお前は一度だけ話したことがある程度のただの通りすがりの他人だった。とにかく接点などほとんどなかった。ゆえに俺はお前の死体を見た後、119番に通報することなくその場を後にしたのだ。悪情者。何を望んでいる？過去に戻ってお前の死体を丁重に扱えと。そのためには電話レンジカッコ彼を使えるようにしなければな。今後そんな幻見ないで。他人の夢の中とはいえ、自分が殺されてると思ったらいい気分はしない。保証はできないな。それを実行するためには24時間完璧に俺の脳内を監視しなければなるまい。あんたって、ああ言えばこう言うわね。やっ、何よ。俺の話は終わっていない。別れのシーンを台無しにしたお返しだ。クリスティーナ、己の軽率な行動を恨むのだな。
はい、わかりました。で、何よ。 IBN5100 の件だ。剣だとか言われても知らないわよ。何なの。いや、知らないのならばに、さらばだ。もう二度と会うこともないだろう。言いかけたままやめないで。気持ち悪いでしょ。IBN5000 何？ IBN5100 1975年発売のレトロ PC だ。今探している。何に使うつもり？気になるか？気になるのだな。少しだけよ。ならば答えよ。 IBN5100 はセルンの秘密につながっている。セルン？あのセルン？いかにも。そして我がラボが総力を挙げて調べたところによれば、セルンはタイムトラベルについて研究している痕跡がある。バカみたい。聞いて損した。